好，玩具 TV 第七季第五集，今日全新节目《潮玩家 Art Toy Player》啊，咁啊首集咧就非常开心，有 A 翁文啦吓，咁、啊、咧今次首集咧我非常之开心，就可以请咗两位靓女咧系上嚟咧啊做我哋首集嘉宾嘅，咁啊分别有呢、这个角猫嘅 designer 啊 Kaori Nata 啊，咁同埋佢嘅发型啦、发型师啦吓，咁咧今次第一集咁啊，潮玩家咧主要咧就會講係關於好多潮玩類啦，或者係廊膠類咧嘅產品嘅，咁啊同多啲觀眾去分享一下，因為畢竟而家都係一個熱潮啊嘛，咁啊大家都要啊，即係想了解嘅咪睇節目咯，啊仲有節目有好多好嘢啊，有啲咩好嘢咧，陣間會話俾大家聽。咁啊，我哋首先咧請阿卡羅尼咧就同大家打個招呼先啦。香港の皆様こんにちは。日本人のアーティストの日向香里です。佢話：大家好啊，香港嘅 fan， 你哋佢係嚟自日本嘅日向香里，請多多指教。好，咁啊，我相信啊，好多即係朋友咁啊，識嗰啲人唔使講啦。啊，咁啊，唔熟悉嗰啲都想了解更加多啊，香里嘅。咁啊，我哋都準備咗啲問題咧，咁啊問下啦。咁可以有啲咩現場觀眾嗰啲咩嘢想感想咧，都可以講下出嚟嘅。啊，咁首先想問下阿Kaori，咁點解咧？你當初咧會想做一個即係設計師咧？啊，どうしてデザイナー、ガンのデザイナーになったかというのを聞いてください。小さい頃から私もこういうキャラクターのグッズが大好きで、それが自分の元気の源になったりしていたので、あ、大人になってそれを与える側になれたらいいなと思って。因為咧，佢細個嘅時候咧都好中意呢啲 character 嘅公仔嘅，咁而即係成長嘅過程咧，都希望自己可以係做到啦，咁所以就慢慢就係入咗呢一行啦。哦，咁佢中意乜嘢 character 咧？有啲咩 character 中意？即係小時候係。係子供の時どんな character が好きですか？いろいろ好きだったんですけど、日本のキャラクターなんですけど、トトロとか、あとモンチッチとか。望痴痴，係啊，就係可可羅望痴痴啦，係咪？嗯，好啦，咁啊，係好多嘅 ，Jenny 就啊，係 Jenny 啦，有隻叫，嗯，好嘅，係。你翻譯咗啊？係，有可可羅啦，有望痴痴啦，同埋 Jenny 啦，係啦。明白，係啊，因為日文咧，我就其實就頭先嗰段對話咧，我完全聽唔明。我就係知道芒刺刺三個字啫，係啊，咁啊好啊，咁既然係咁咧，咁點解即係會首先就會設計即係角色嘛？點解會設計一隻貓係有六角咧？咁同埋咧係即係貓對一隻貓同老鼠係有時即係如果係現實生活係敵對關係嚟噶嘛？咁點解佢又會有啲老鼠嘅朋友啊？咁背後嗰個故仔啊，究竟係點樣嘅咧？嗯，Morris話なんで猫に角が出るという、まあ、キャラクターのデザインと、まあ、ネズミと猫敵なのに、なんで友達、まあ、できるかということをちょっと説明してもらえますか？まず猫に角を生えさせたのはやっぱりファンタジーが好きなのでファンタジーの要素を入れたくて猫に角を生えさせました。咁首先即係點解貓有角咧？咁就佢話係一個童話，佢好中意童話，咁所以覺得呢樣嘢咧係可行嘅。明白。咁係佢老鼠嘅朋友。老鼠嘅朋友會繼續答嘅，係。ネズミはなんで友達になるか。この子のそのネズミであっても友達になりたいっていうちょっと優しさを表現したくて、フードで友達が。2匹入ってるっていう感じで優しさを表現したかったので、係佢想表現出呢一隻貓咧，其實係好包容啦，好温柔，好 friendly 嘅，即係 even 係一個敵人啊，天敵都好啦，佢都會係可以做到朋友嘅。明白，咁嗰個背後嗰個故仔係佢係有冇一個角色背後嘅嗰個故仔㗎？もっと大きい声でね。なんかストーリーは、まあ、背後に何かありますか？ストーリー背後。そうですね。バックストーリー。でもそのバックストーリーを絵本で描いてるんですけど、その絵本で描い
世界をこれからどんどんあの絵本を描いていきたいなって思っているので、うん、それを楽しみにしていただけたらと思います。係、咁考連神嘅話咧，其實個故事咧，如果想知道咧，可以係睇翻佢個繪本嘅。咁其實呢個故事咧係不斷創作中嘅。咁所以如果有興趣嘅話咧，可以係即係等阿考連咧佢再繼續創作嘅時候咧，就可以睇到多少少嘅故事啦。我明白。咁嚟緊啊，當然阿卡奧尼點解會喺香港就一定係嚟緊，因為星期六嘅森巴蘇啦。咁喺森巴蘇有冇呢個繪本可以賣㗎？土曜日にはサマーソウルであの絵本、モリスの絵本はあの買えることができますか？冬のトイソウルでは販売してたんですけど、うん、今回のサマーソウルではあの絵本は持ってきてないんですね。はい、今次咧サマーソウルじゃ冇嘅，不過上一次冬季嗰個咧就係、是、有帶到過嚟香港嘅。嗱咁啊，冬季有嘅朋友咧就真係好幸福啦。今次你走寶啊，冇計，呢個冇計嘅，係啊，係啊，咁啊。咁啊，上次咧，即係大家都知道啦，香港玩開潮玩嘅朋友咧，一定知道啊 ，Morris 啊，國貓咧係非常之火熱嘅。好啦，咁咁今次咧又難得請到阿卡奧尼都嚟香港啦，咁亦都問下佢咧，其實喺佢眼中咧，佢即係嚟過香港啦，咁佢對香港有啲即係呢個地方有啲咩睇法啊？嗯，香港に対して、カオリさんにとってはどう思いますか？香港のイメージですか？そうですね。香港、あ、都会だなって思いますね。香港は、とかビルが多くて、佢係大城市啦，好多大廈啦。あと、あ、人がすごいあの熱い思いを抱えてる人が多いなって思います。係，咁同埋好有活力啦，嚇，好熱情嘅啲人。好，咁啊，既然講到熱情咧，咁啊，卡奧尼，你會認為咧，即係你去過咁多地方啊，你認為香港嘅玩家同埋即係其他地方嘅玩家會唔會有啲咩分別喺度咧？香港嘅推翻多，啊，日本嘅推翻話都唔似噶。啊，やっぱりあのその熱狂さが違うなって思います。係，佢會覺得個瘋狂程度有啲唔同。啊，係。日本のファンの方がもうちょっと穏やかなんですけど。香港のファンの人の方がすごいあのどうしても手に入れたいっていう気持ちが強い気がします。係，我覺得日本嘅 fans 咧就相對溫和啲嘅，香港 fans 咧佢哋就會即係想要嗰樣嘢咧，就會係即係好有熱情咁去追求。係啦，明白。咁即係香港玩家就一定係比較進取啲嘅啊嘛，襯翻香港人嘅性格噶嘛，啊。咁啊，講開即係呢個行業啊，既然咁多，我哋有咁多粉絲啊，咁多即係有咁多玩家啦喺呢度啦。咁你其實對呢個即係成個即係潮玩啦嗱呢類型嘅玩具設計師 designer toy 呢類型嘅玩具有啲咩前景，有啲咩睇法啊？咁樣咁即係我哋啲即係未來玩家嘅收藏方向啊，會係點樣啊？或者係嗰個市場嗰個未來嗰個持續性又會係點樣咧？今一つの質問が投げてきたんですけど、はい、あのトレンドトイの、 あの将来性そしてコレクターの、はい、まあ、あの動き、はい、そしてこの市場の、はい、マーケットの持続性はどうなるか、はい、多分一つずつ、まあ、答えてもらいます、まあ、トレンドトイについて、はい、トレンドっていうのをあの意識全然していなくてあのちょうど今作りたいなって思ったソフビを作ってあその、あのキャラクターを作ってそれがソフビになってであのうまく今トレンドにあのハマってあの皆さんにすごい欲しいと思っていただいてるんですけどあのそのトレンドを意識して作ったわけではないのでこれからどうなっていくとかお話しするのはちょっとおこがましいなって思うので何でしょうこれからのソフビ業界というよりトイ業界はそうですね自分の希望でのお話なんですけどあの今こうやってソフビっていう素材が流行ってますけどあのこれからソフビだけにとらわれずいろんな布だったりとか
陶器だったりとかいろんな素材で作ったあのトイがもっとあのソフビと同じぐらい厚くあの支持されるようになっていったらいいなって思ってますね。冇長個答案，咁啊慢慢講啦。咁啊有關誒呢、這個潮玩嘅誒傾向啦，將來啦，咁佢話咧佢自己其實入行就唔係好有意識地啊，我要帶領潮流嘅，而係咁啱佢係用狼膠做咗一隻佢中意嘅 character， 出咗個市場就好似啱啱咧就搭上一個啱嘅火車或者一條船咁樣樣就。去了那個潮流的方向了，所以他就是非有意識地要帶領潮流的，是這麼巧得這麼巧的，所以呢他自己個人來說，即是以下是他個人的意願來的，就不是說他自己覺得個潮流的，而是他希望呢接下來、不要只是局限於朗膠，可能會是、有很多不同的物料，譬如說布、啊、又或者是陶瓷、啊、去做這些 character， 希望都會令到、有人去外帶，或者是更多 designer 去探索不同的材料去、創造不同的玩具。そしてコレクターについて、コレクターの将来性、将来性、コレクターの将来性、そうですね、コレクターこれからまあいろいろな、はい、どんなお好みなのでしょう。あ、でもあのさっき言った通り、やっぱり今ソフビっていうものにすごいあの熱狂的なファンが多いですけど、やっぱりそのいろんなソフビだけじゃなく、いろんなトイにあのそうですね、分散されていく、うん、じゃないかなって思っています。咁至於即係之後的玩具的收藏家會有什麼傾向呢？他會覺得隨著不同的 designer 用不同的物料去創作、各式各樣的玩具，相信、收藏家的品味或者他們想收藏的、形式的玩具都會不同了，包括了他剛才說的不同的物料，譬如布、不只是局限於狼膠。明白、大家剛才都聽到了潮玩呢，即我也順便講一下，是不是這個節目叫潮玩家，那什麼叫潮玩呢？因為潮玩很多人以為只是講膠，其實呢我們不是只是講膠，我們主要呢為什麼一直講是 design 開呢、就因為設計師玩具它有很多形式去表達，有人喜歡用布，有人喜歡用朗膠，有人也都會走去用 resin、樹枝、各方面的東西，有很多不同的東西、可能是可以是 很少的製作，可能有些是得整幾隻出嚟，有啲可能係整幾十隻出嚟，唔出奇嘅。咁同我哋一向玩開嘅玩具咧，可能會有一個大分別喺度嚇。咁呢個亦都係即係我哋現今對潮玩某程度上嘅定義就係咁樣啦。咁啊講完呢個啦，我哋就講下咁啊卡奧尼咧未來咧會有啲咩即係新嘅產品推出啊，或者新嘅角色推出啊咁樣咧。これから何か新しい作品、新しいキャラクターを発売しますか？新しい作品っていうと、トイ、トイソウルじゃなくてサマーソウル、あさってのサマーソウルで、この2体のモリスの新しいカラーを発売しようと発表しようと思ってます、咁新嘅作品咧，其實就喺眼前噶啦，咁就係嚟緊咧星期六嘅 Summer Show 啦，會推出嘅兩隻嚇，呢、個同埋呢個嘅 Morris 嘅，咦，咁明白。咦，咁不如既然係新嘢，咁不如就講解一下呢兩隻 Morris 好嗎？じゃあちょっと簡単に紹介していただけますか？ホワイトのカラーです。ホワイトのカラーの方は、アンティーク、ホワイトで、はい、呢隻。はい。一個 antique white 就係一個復古版嘅 Morris。今までグリーン、レッド、ブルーと作ってきて、白も作りたいなって思っていたのを今回夏なのでちょっと明るいカラーを作りたいなと思って白を作ってみました。はい、咁呢個白色咧其實就有少少即係為咗 summer 啦 ，summer show 嚇配合去創作出嚟嘅。咁佢話之前因為 Morris 有綠色啦、紅色啦、藍色啦，一路都想整隻白色噶啦，咁今次咧就做咗白色出嚟嘅。もう一色の紹介をお願いします。こちらはもう
フラワーデザイナーのお友達がいるんですけど、一緒に何か作れたらいいねっていうのを話していて、あの生まれた子なんですけど、ボタニカルモリスシリーズとして中にあの透明の素体の中にお花を入れたシリーズを作っていこうと思って、今回あの初めてのボタニカルモリスとして中にカスミソウを入れて作りました。咁佢話咧呢一個咧，你見到係透明嘅 Morris 啦，咁就係同一個咧花藝嘅設計師啊，咁啊 flower designer 嚇，咁啊一齊去創作出嚟嘅。咁入邊咧就用上咗滿天星啦，咁係一個初次嘅嘗試嚟嘅。哇！咁呢個滿天星花都好特別啊嚇，呢、這個透明。咁透明其實 Morris 之前係咪有冇出現過透明？透明の Morris は初めてでしょうか。はい。クリア素材で作ったのは初めてです。はい、やっぱり一応透明で材料条件実験的に作ってみたらすごい、うん、あのインスタグラムにあの写真を投稿した時にすごい反応が良かったので、うん、商品化を決めました。咁、本身係即係喺嘗試創作嘅過程入邊咧，咁有一隻試做咗出嚟透明嘅，咁佢自己覺得誒唔知得唔得咧，擺咗上 Instagram， 咁發覺反應好好，咁所以將佢變成商品咯。明白。啊，咁咧，大家聽到啦，嗱，即系咧 ，design toy 咧有一個特別地方係咩咧？就係、是、即系 designer 咧同係一啲玩家之間咧嗰個交流性係好強，即係可能我擺啲嘢上 Instagram， 咁睇下大家反應好，我會考慮係推出，因為大家都中意啊嘛。咁呢個一定係好重要嘅重點嚟，咁呢個就係 design toy 某啲嘅特徵嚟啊。咁我從中一定係借啲嘢講解一下噶啦，呢啲就好啦。咁。好呢啲係咪喺香港嘅今次即係森媽蘇首賣嘅產品咧？こちら今紹介したキャラクターは初めて森媽蘇まあ初めて森媽蘇で、はい、あの売るものですか？はい、冇錯啊，係初次發賣嘅。明白。咦，咁咪係點樣？咁即係嚟緊呢個星期六嘅森媽蘇，咁會點樣可以買得到咧？まあどうやって森媽蘇で買うことができますか？はい。あこのボタニカルそうですね。そうですね。多分あの一人当たり一つ。あ、そうですね。あの今回あのこのレギュラーカラーの子たちはあの一人当たり一つっていうあの一人当たり一つしかあの購入できないんですけど、そのあの人たちにこのボタニカルモリスを買えるあの権利、うん、抽選権。咁啊 ，Carly 就話咧，即係因為都係好難得啦嚇，今次呢個機會，咁所以咧，每人咧就限購一隻有顏色嘅，係啦，即係包括咗粉藍色、粉紅色、黃色同埋白色嘅。咁至於透明呢一個咧，咁咧就要係買咗其中一隻之後啦，咁就有一個買透明色嘅權利嚇，咁咧就會以抽選嘅模式咧去抽出能夠購買嘅人嘅。明白啦。咦，咁樣就即係呢啲就係真係好限量嘅嘢啦。咁大家聽到啦，係一定係要買一隻，跟住先有機會咧喺即係現場買到其中一隻，咁先有機會去抽選呢隻嚇咁靚嘅滿天星透明版啊！但係咧，我知道嗱、為咗即係第一集啊，咁啊Carly佢又好好啊，咁佢咧就諗住益啊，今次支持我哋嘅觀眾。啊，咁咧就可以咧喺唔使喺會場之下咧，有三位觀眾咧有機會咧可以咧率先咧係買到咧呢隻透明版嘅 Morris 嘅嚇，呢隻透明嚇。咁、好啦，咁但係咧即係要玩呢個遊戲咧，就一定要答問題㗎啦。咁啊，答到問題咧最快嘅咧三位觀眾咧就可以咧即係 PM 喎，要記住啊 private message 我哋 Toys TV 啊 PM 我哋最快三位觀眾。就有機會可以用原價$900去買到這個不用抽不用外面抽鬥快就可以買到這隻透明版的 Molly。 好了、這裡真是學日文就有著數了，為什麼呢？因為稍後呢Carly就會問一個問題出來、最快 PM 我們的人呢就可以有這個機會去買到。好了、當然了，你懂日文就聽到就快點答咯，不懂日文 要聽我們翻譯翻你才答到了。好了、那個問題呢質問をお願いします。あ、この子、うん、そうですね、
お話の中にも出したんですけども、今回このボタニカルモリスの中に入れたお花の名前は何でしょうか。嗯，咁其實咧頭先咧，啊，佢都有介紹過咧，誒呢只透明版 Morris 個肚仔入邊嗰只係咩花啦？個問題就係肚仔入邊係乜嘢花咧？係啦，咁啊知道答案嘅咧，快啲咧誒 private message PM 我哋 Toys TV 啊，最快三個啊，最快三個有機會。咁我嗱呢啲就你自己嚟啦嚇。答案你喺你要 private message 我哋嘅，係啦，有最快三個人偷偷地 private message 我哋噶啦。咁我以我所知啊，好似即係仲有即係除咗有機會俾人買呢啲，仲有好嘢嘅，好嘢送嘅喎，送俾我哋觀眾嘅喎，係、嘛？係，これ以外にまだファンたちにあげるものがあるんですよね。はい。あげるもの？ポスター、あ今回のファンですね。あ、はい、そうですね、なかったですね、私把握してなかったです、すみません。このポスター、はい、じゃあ、ありがとうポスター、はい、はい、もちろんそれ、うちはです、すみません。咁咧，仲有咧，就係咁啊，除咗有三隻咧，這個透明版嘅咧，可以俾我哋現場觀眾率先買咧。咁阿卡奧利咧，仲今次咧就會送出咧一個咧會場特別版嘅 poster 俾我哋現場觀眾。點解有咩特別？親筆簽名啊！呢啲咧就真係嗰個勁嘅交流嚟嘅嚇。咁啊，有興趣嘅朋友，你喺三隻之後啦，咁啊之後嗰五位咧，咁啊PM 我哋咧就冇辦法，你買唔到。限定版咁啊，唯有啊送翻張 poster 俾你報報數啦嚇，咁、你自己 PM 我哋啦嚇。咁、咁今日其實訪問都差唔多啦啊，咁亦都非常感謝阿卡奧利咧嚟呢度啦，同我哋做呢個訪問啦。咁有送咁多禮物嚟啊！不過係咪有嘢要亂入 ？Corey 先生，I'm your fans in Hong Kong. Would you mind help me to sign my one of my best collection？ 嗱，本部啲係你嗰度嘅啫，唔該。我又到我又即場現場講解啦，咁啊即係玩開模型啊嗰啲咧，朋友可能未必理解嘅。咁但係咧玩潮玩咧，其實咧，因為我哋好著重咧設計師同呢個收藏家裡面嘅交流。咁好多時咧，你買完佢嘅產品咧，你都會揾佢咧做翻一個簽名啊咁樣啦。咁啊，德哥咧真係好幸運先啊，頭頭，因為今日卡奧尼第一日就啱啱落機嘅啫，一落機就搶住人簽名啊！呢個又係德哥嘅本性。咁我好有驚喜啊！咁啊，真係非常感謝阿卡奧尼今日嚟呢度啦，做咗訪問啦。咁我啲觀眾都好開心，可以買到嘢啦，係啦。咁啊 ，thank you very much 嘅，係啊。係啊，我知啦，嗰陣啲。係。咁啊，今日好第一集首集啊，暫時順利未有甩碌啊，咁啊希望大家支持，晏啲會有part two part three 啊，潮玩家 art toy player， 咁啊同大家先講聲拜拜啦啊，拜拜，再見。